はい、こんにちは。ハルコマこと世界遺産を手中に収めし YouTuber めぐみでございます。そんなわけで岐阜県郡上徹夜踊り行ってまいりました。非常にエキサイティングで楽しくて、基本で私もともとパラパラをかかりし頃踊っていた人間なんで、血がたぎってしまったんですけどね、もう楽しくてまあそれを置いといて、今回いろいろ買ってきたんでお土産のコーナー行きましょう。まずこれ、下駄。これはやっぱりいいんじゃない、日本人にとってちょっとね、すごい興奮するというか、かっこいいってなる下駄ですよ。これオーダーメイド下駄というもので作ってもらいました。前日かなんかの生放送で、ググってていいねっていう話をしたらね、岐阜の郡上に着いた時にリスナーさんがさっと来て、メグさん写真撮ってくださいって、あれオッケーっつって、そしたらね、メグさんあれ行ってたとこ連れてきますよってビュッと連れてってくれて、しかもここ僕の友達がやってるんですっつって、ですぐ案内してくれて、でシステムとしてはね、あ、これでね4,000〜5,000円、5,000円でお釣り返ってきます。4,000円くらい、板というかこの本体のところが、大とか小とか M とか L とかいろいろあって、それを選んで、あとは鼻緒のデザインを決めます。で自分の足にフィットするように作ってくれるという、お店でした。だからこれこう剥ぐじゃん、そうすると、ちょっと私これ出てんじゃん、でこれでいいらしいです。これちょっと出た感じがいいんだって。で私分かんなかったから合わせてもらったんで間違いないです。ほんちょっと、私身長170あるんで足も結構大きいんですよ。いくつなんだろうビルケンショックでいつもやってもらって買っちゃってるか分かんないね。多分170もし足あったらやばいよ。24とかそんな感じだと思います。まあそれで M でいいみたい、まあケースバイケースだと思うので、買う場合はね、お店の人に選んでもらうっていうのもいいんじゃないですか。私はこの可愛らしい鼻輪にしました。で、これをねカタカタ鳴らすとタップダンスみたく下駄をねこう部屋だから鳴りませんけど、こう蹴る感じでパーンって鳴らすとカランカランって音がするんですね。でここが削れていくと、アスファルトはどうしても削れますからね。でこれがね1日で全部なくなるぐらい踊り尽くすのが粋だって、岐阜の方がおっしゃってました。私全然汚れてないのはちょこっと履いてすぐ履き替えちゃったからです。足指がつっちゃってどうにもなんなった、私はダメでした。ただ一緒にいた友達は、あれ私これすごいこっちが履きやすいかもとか言って気に入って履いてましたよ。なのでケースバイケースでしょ、その辺も。これすごい可愛いでしょ、ね、素晴らしい。で朴葉味噌、朴葉焼きですね。私ね覚えてないんですけど、いつからか朴葉焼きがすごい好きになったんですよ。あんま覚えてないけど、でも子供の頃はこんな食べてないはずなので、大人になってからなはずなんだけど、明確にちょっと記憶が残っていない。朴葉焼きはめっちゃ好きになってる。でこれ買ってきたですね、一応開いてますけど、朴葉焼きってね、なんぞやっていうところで、朴葉味噌、まず朴葉味噌、これね味噌、郡上、岐阜ですから名古屋とか愛知とかあの辺はね、味噌が、味噌煮込みうどんみたいな感じで味噌がやっぱ大事なんじゃないですか。かけてみせ、つけて味噌だっけ、あれもその辺発祥なんじゃないですか。でこれが朴葉です。これ朴葉で、この上にこの味噌をドバーっと置いて、中にネギとか具材をちょっと入れて、下からバーっと炙ると、この朴葉の香りが味噌や食べ物について、すごく美味しいですっていうものになるやつですね。私これすごい好きなんですよ。なんだろうね、これあ、これあ、すんごい、これアロマテラピー出せるね、朴葉って。朴葉オイル、朴葉オイルじゃなくて朴葉オイル出せる。なんか好きなんですよ。ちょっとごめんなさい、風邪ひいちゃって鼻がぐじゅってます。まあこれすごいカサカサしちゃってて、これだとあれなんで、一旦水でバーって洗うといいよって書いてあります。水で洗ってください。ちょっとだいぶラッパーが、ラッパーじゃねえよだいぶね葉っぱが破れてきちゃってるんで、あんまり出し入れしすぎですね。早く作んないと。キュミドール入れときゃいいのかな、ね、そういう話。あ、ジップロックに入れないんじゃ、ジップロックにね。朴葉味噌
お値段は忘れました。いろんなのが売ってましたね。これ結構だから味噌 100g だからね、攻撃的だよ。使い切りで、あとはね、まあいつもの私らしいものになっていきますか。あ、最後、最後じゃない、これ先に紹介しとこう。手ぬぐいですね。これずっと私こうやって浴衣の上にかけてたんですけど、いろんな種類がありました。手ぬぐい600円、700円、800円ぐらいで、いろんなものがあった中、私はこの日程表、わかる？郡上踊り平成30年って書いてあって、日程表がこうバーッと入ってる。こんなに踊るんだって、郡上の人踊り好きすぎでしょ踊り好きすぎでしょ。これ7月でしょ、7月14日から9月とかまでずっと踊ってるでしょこれ。で、私が行ったのはこのこれですね、徹夜踊りってここに書いてあるでしょ、徹夜踊り、日程が入ってるんですね。で、今年ね、くしくも、まあ今年は平成30年最後、平成最後の年なので、来年になったらここの年号が変わってるはずなので、平成30年のものということで非常に気に入りました。なんだろう、平成30年最後の、平成最後の郡上踊りっていうのもそうだし、私そもそも平成30年っていう相手を持っていなかったんで、おそらくこれが最初で最後になっちゃうかなっていうぐらいなので、大切にね、メイクが大きくなった時とかにね、メイクが、これが最後の30年のあれだよとかってお見せすることも、お見せ見せることもできるので、まあこれ非常に気に入ってますね。もうすぐ決めました。この平成30年って書いて、日付っていうか スケジュール予定が入ってるっていうのは素晴らしいって思って、すぐこれにしました。うん、いいね、これを買いました。これまだ私の 汗がね大量に染み込んだやつですね、これだからなんだって。そしてこっからは私っぽいお土産のコーナー、フクロウさんのちりめんのポーチです。これはね、どう考えても岐阜も郡上も何も関係ないと思う。だってしょうがないじゃん、フクロウがいたんだもん。フクロウ買うでしょ、いたらフクロウ、私がフクロウ買わなきゃしょうがないじゃん。なんか買いました、ここにあったんで、見てた、私を見てたんでね。お家行きたいよー、行きたいよって、あ、じゃあ行くって、うーん、ちょっと取って、うわーって来たからね、買いました。これ多分何も関係ないと思います。そしてやはり私ぐらいの YouTuber になると、世界遺産の一つや二つ持ってないとダメじゃないですか。やっぱり私ぐらいになるとね、世界遺産ぐらい買います。ついに私は YouTuber 史上初めてじゃないですか、世界遺産を購入しました。白川郷、世界遺産って書いてあるから、書いてあるから間違いない、世界遺産白川郷、あ、 100% 世界遺産です。これ買いました、世界遺産白川郷ぬいぐるみ。ついに私は世界遺産をゲットしたぞ。ちなみに白川郷今回ないんです。ただし関係ないんで、そんなことは。ぬいぐるみがそこにあったら買う、ぬいぐるみが私を見ていたら買う、それだけですね。私ね、実は白川郷って富山だと思ってましたあれ、白川郷って富山じゃねえのと思いつつ、まあでも岐阜にこんだけバー置いてあるんだから岐阜だったのかなと思って買って帰ってきました。で、調べたんですよ、帰ってきて。だから岐阜は岐阜だね、岐阜だった白川郷だけど、富山とのこの境目にあるんだね、ちょうど県境のところが白川郷みたいになってて、だからそれのイメージで私は、まあ、富山からもだからスッと行けるんですよ。どっちか近いって言ったら、まあ郡上からだったら郡上だけど、岐阜県の駅と富山県の駅だったら、まあちょっと行ったことはないので分かんないですけど、なんとなく富山駅の方が近そうなイメージで見ました、調べたところね。だけどまあ、岐阜県のものでした失礼しました、本当私横浜県人なんで、横浜県神奈川市
の人間なんで。まあ、今東京に住んでますけど、もともと生まれも育ちも横浜県神奈川市なんで、何も違和感ないよね。大丈夫だよね。うん、間違いないよね。大丈夫ね。うん、世界遺産買いました。で、サルボボ君、サルボボ君、これでこれが分かるか分からないかで温度差が出るらしい。飛騨のサルボボって書いてあって、サルボボ君、これなんかいろいろね、あるみたいよ。お守りみたいな、魔除けとか、あとはね、良縁、良縁なの？嘘でしょ。私これ、これ買ったから結婚できんのみたいな、そういうね、夫婦円満とかいろいろ、なんて言うんですか、まじないじゃなくて、なんて言うんだろう、祈願、まじないでもなく祈願でもなく、こういうのってなんて言うんだっけ、まあ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 、そういう宗教的なものだ、だと思います。これに書いてあるのを見るとね、宗教的な交通安全とかまで入ってるみたいよ。交通運転ができますように、お祈りとか、夫婦円満、仲良く、子宝、安産、良縁、交通安全とかいろいろ書いてあるんで、まあお守りってここにあるしね、こう裏よくわかんない、円満手形って書いてある、円満になるための手形ってことなのかね。まあいろいろな意味があるんでしょうけど、私はね、カトリックなんで、まあ関係ないですけど、サルボボ君可愛いんで買いました。顔がないからね、ちょっと顔描こうかなとかちょっと思ってるんですけど、結構硬くて、でね、温度差があるらしい。岐阜県の人がこれを他県で見たら、あーサルボボだーってなるぐらいメジャーらしいっすよ。私は初めて見ましたけど、岐阜県民が他県でこれを発見すると、あーサルボボあるーってなって興奮して、例えばそこのね、なんか食事どころだったらつい多めにね、頼んでしまうとか、なんかそれぐらいの岐阜県民にとって、これだからここに置いとくと、岐阜県民がうちのリスナーで来た時にね、初見さんで来た時、サルボボおるやんってなるんだと思います。まあだからそういう岐阜の伝統の、おもちゃ、お人形らしいですよ。なんかいろんな種類もあって、色もあったんですけど、この赤が一番スタンダード、やっぱ赤レンジャーが真ん中ですからね、赤レンジャー買いました。で、いろんなこうサイズもあって、でっかいのと迷ったんですけどね、すごいでっかい、すごい安いんですよ、値段忘れちゃった。なんで値段覚えてないんで、いっぺんに買うからだろうな。このぐらいの結構でかいやつでも5000円もしなかった、安かったんですけど、まあキーホルダーのこんなちっこいやつとかもあったんだけど、こう置けるやつで、そこ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 置けるやつで、ちっちゃいやつのやつでこれを選びました。可愛いよね、なんとも言えない可愛さを誇るよね。まあサルボボってね、調べたら結構な意味を持っていたので、私の口からは言いませんので、気になる方はね、サルボボってちょっと調べてみてください。いや、私からは一切言いません。まあヒントを言うと、すんごい意味があります。以上、こんな感じかな。岐阜で買ってきたアイテムたちはですね、お土産屋さん、岐阜のお土産屋さんで買ったものはこれで全部でございます。お土産のコーナーでした。そうだね、郡上祭りの感想やその辺のあれはまた別であげようかなと思いますし、生放送ちょっと10時間やっちゃったんですけど、岐阜編のね、家帰ってきて岐阜について喋るって10時間の尺になっちゃったんですけど、実際岐阜のに喋ってるの最初の数時間なので、気になる方はそっちフルで見ていただければ、これの紹介とかも全部そっちで一応やってます。今回動画で短くという感じで撮ってみました。岐阜の岐阜郡上行ってきた、お土産ですね。これは全部郡上で買ったものです。岐阜で買ったもの、まあ岐阜なんだけど、岐阜の駅前とかで買ったやつではなく、岐阜の郡上で全部買ったものになります。まあ個人的に気に入ったのは、これが平成って入ってるっていうのと、あとはこれが かわいい、あとこれ食べる、まあ全部気に入ってます、全部気に入ってます。ゲータもね、
郡上のお土産でした。またお会いしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございます。ちょっと鼻ぐじゅっちゃってごめんね。またお会いしましょう。バイバイ。